雅子に90の質問。お名前は？黒河内雅子です。名前の由来は？優雅な子供になってほしいから。誕生日は？9月14日。星座は？乙女座です。血液型は？大型です。視力は？ 0.8 と 0.7。 身長は？ 161cm。 足のサイズは？ 23.5。 利き手は？右です。自分で思う自分の性格は？まっすぐ、情熱的、素直、正直。人から言われる性格は？あ、意外に癒し系じゃないね。全然癒されないって言われたことが何度もあります。自分を動物で例えるなら？動物例えられない、人間だから。誰に似てるって言われる？吉田美和とか、リョウ。チャームポイントは？まぶたとお尻です。弱点は？くるみに弱い。口癖は？まあ、いっかってよく言っちゃいます。生まれたところは？長野県高遠町です。実家の商売は？造り酒屋をやっています。実家の造り酒屋で一番おすすめのお酒は？まあ、一般的にはドブロクですかね、やっぱり。一番好きな長野弁は？なんとかだに。長野のおすすめグルメは？蜂の子とか、あとね、鯉の刺身。長野のおすすめスポットは？白樺湖とか蓼科とか。子供の頃のあだ名は？まーちゃん。子供の頃の夢は？ピンクレディーになりたかったです。どんな子供だった？と、明るくて、授業中に刺されなくてもどんどん答えてしまって、先生に出てけって言われたことがあるような積極的な子供でした。学生時代の部活は？合唱部。東京に出てきて一番驚いたことは？電車が長くて、どこまで行っても端っこがない。全身座養成所出身？いいえ。全身座に入るきっかけは？アクター青山という、その時通っていた養成所の先生が勧めてくれました。全身座に入って一番驚いたことは？お芝居をただ見に行くんじゃなくて、文化運動として捉えて、お客様を巻き込んでこう取り組んでいくことがびっくりしました。今年で座歴何年目？28年目です。全身座の初舞台は？一本刀土俵入り。今までで一番難しかった役は？玉屋の金太でやったお秋さんが難しかったです。ああいう何気ない役が難しいんだなって思いました。演じていて楽しかった役は？千尋の、紙芝居作家の稲村さん。これからやってみたい役は？残り物のもみじをもう一度やりたいです。本番前に必ずやることルーティーンは？何だか知らないけど、お願いしますお願いしますって自分にこう唱えてから出るような気がします。舞台での最大のピンチは？くるみを食べてしまって、私アレルギーなので倒れて、ドクターヘリで運ばれたことがあります。趣味は？片付け、散歩です。特技は？三味線、ウイロウリ。今ハマっているものは？昨日何食べたというドラマです。好きな映画は？サクサキッとこの間見た、面白かったです。好きな舞台は？小松座の雨とか、ジーザスクライストスーパースターという劇団四季のミュージカルです。好きな色は？黄色。好きな匂いは？柑橘系かな。好きな動物は？動物好きじゃなくて、あんま好きな動物がいなくて、すごい迷ってます。シャクトリムシ。苦手な動物は？アオムシ。今までに飼ったことがあるペットは？ウサギを一瞬飼いましたけど、うち酒屋なんでちょっと却下されました。今一番欲しいものは？電気圧力鍋。好きな食べ物は？お餅。嫌いな食べ物は？くるみ。最近おすすめのお菓子は？南部せんべい。好きな飲み物は？炭酸麦茶。炭酸麦茶。ごめんなさい炭酸本当嫌いなのに、嫌いなのに。あ、先生ごめんなさい。牛乳。お酒は？冷やした日本酒。好きなおつまみは？西京漬けのお魚か、べったら漬け。目玉焼きは醤油派？醤油派。早い。ソースなんてありえない。好きなおにぎりの具は？おかかチーズ、塩むすび。朝ごはんはパン派？ご飯派です。得意な家事は？片付け、掃除、洗濯、整理整頓。苦手な家事は？凝った料理作るのはあんま好きじゃないです。得意料理は？中華風サラダ。好きな歌手は？アデル、フレディ・マーキュリー、桑田佳祐、水森かおり。休みの日は何してる？日常にできなかったことをやるのと、あとはやたら外に出て動き回ってます。はい、一番幸せを感じるときは？自分のセリフでお客様が笑ってくれてるって感じるとき。一番絶望したときは？5年生か6年生のときに、自分の顔をいろんな角度から鏡に映してしっかり見たんですよ。アイドルにはなれないって思ったのを覚えています。今まで10年で行った先で印象に残っている場所は？尾道。旅先で絶対買っちゃうお土産は？ちょっとしたご当地のおつまみ。旅先で食べて感動したものは？西日本のどこかの主催者さんが出してくれるお通しの中の水なすの漬物がめちゃめちゃ美味しくて、こんな美味しいもんあるんだと思ったことを覚えてます。
座右の銘は明日死んでもいいように生きる。生まれ変わったら何になりたい？天才的な科学者とか政治家になって世界の諸問題を一気に解決したいです。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？日焼け止め。老後に住みたいところは？海と山がある都会。カラオケの18番は？毒でなしか。あの鐘を鳴らすのはあなたか。残酷な天使のテーゼ。山と海どっち派？山。海外ならどこに行きたい？アイスランドとかフィンランドとかヨーロッパの北の方行きたいです。朝方？夜方？朝方にしたいけど本当は夜方です。ストレス解消法は？いらないものを捨てる。大きな声を出す。一つだけ自分に何か足せるとしたら？はっきりとした美しい顔立ち。自分を漢字一文字で表すと？直かな。どの季節が好き？4月か11月？季節？まあいいや。あ、ごめん、春です。スマホの壁紙何にしてる？表向きは緑の綺麗な近所の風景なんですけど、自分だけに見える大好きな人のアップの写真があります。暑がり？寒がり？どっちかというと寒がりですかね。やめたいのにやめられないこと。夜更かし。ウイロウリの研究はいつから？20歳くらいに芥川綾馬っていうドラマ学校の先生に教わりました。違う時代にタイムスリップできるとしたら？50年後くらい見てみたいです。俳優をやってなかったら何になっていた？演劇関係の裏方さんだったり、制作部の人とかだったりになってたんじゃないかな。俳優をやってて楽しい時？自分のやったことでお客さんが反応してくれてる時。俳優をやってて辛い時？自分の役がない状態が続く時。全身座の好きなところは？みんなが協力して教え合うっていうのがもう大前提になってることですね。あなたにとって全身座とは？大嫌いだけど大好きな人生のパートナー。これを見ている皆さんに一言。こんな私ですけどすいません。これからもよろしくお願いします。気になることが多すぎてお恥ずかしい。特にね、はい、気になることを ね、はい、聞いていこうかなと思ってます。はい、まず子供の頃の夢はピンクレディっていうので、はい、小学校の頃ピンクレディを結成してました。好きすぎて。で、私がケイちゃん、もう一人のヨーコちゃんって子がミーちゃん で監督コーチがいて、4人でお家に集まって、もっとだもっとだもっと足を上げるんだってコーチに叱られて、そういう小芝居をやりながら結構本気で稽古してました。ピンクレディの歌で一番好きなのは？カメレオンアーミーかな。今でも踊れるの？UFO くらいかな。主なとこしかこういう、なんかこういうめちゃくちゃ。私気になったのが、はい、舞台での最大のピンチ。ドクターヘリの、ね、本当はね、救急車で運ばれるはずだったんですけど、近所のお医者さんが空いてなくて遠くまで行かなきゃいけない。全然ドクターヘリが空いてるから来て、腹痛でうーって言いながら上田から佐久まで行って、佐久病院に運ばれたことがあります。なんでくるみはなしでお願いします。触れていいのかどうか迷いましたけど、スマホの壁紙何してるの？まずロック画面が表向きは緑の写真、緑の写真。自分に対してはあーみたいな、ほっこりする写真を入れてます。それはじゃあピーって入れるんで誰かに教えてもらって、はい、それは言えない。言えない。あと私これが一番聞きたいなと思ったのが、ウイロウリの研究のことで、YouTube でもウイロウリが本当に再生回数多いですし、今でもコメントでうまく言えないからどういうふうにやったらいいですかみたいなのを来たりしているじゃないですか。嬉しい。なんでここまで突き詰めようと思ったのか聞いてみたいなと思って、その私が行ってた俳優学校の先生に教わったんですけど、なんだろう、気に入ってしまって人前でもやってるうちにこう反応がどんどん返ってくるじゃないですか。だからやっぱりお客さんの受けがいいようにいいように自分でもどんどんやっていくうちに、なんか研究っていうか好きでやってるうちにこうなったっていう。ウイロウリってその売り文句だから、うん、お客様に対してこう言ってそれに楽しんでもらうっていうのがあるじゃないですか。口の稽古とかでウイロウリやらされること多いけど、うん、それはなんかもう楽しくその本当の意味でね、やれてるってすごいですよね。皆さん見てみてください。 YouTube のクロウさんのウイロウリ、また再生回しましょう。お願いします。クロウさんのご実家の作り酒屋さんのリンクも貼っておきます。今日は恥ずかしながら私の人生をさらけ出させていただきました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いします。